もう今書いとかんと、書けないでしょ。侵略者日本の戦争遂行のために彼らは駆り出されたのである。私たち市民の生活は大きな被害を受けてきました。やっぱどこ人形が下げとんな、みんな徹底的にマインドコントロール、洗脳。まあ抗がん剤のもうね、副作用ってな、それからもう腕だけじゃなくてね、足にも来ますのでね、もう。山本五条は絶対やってない。やってないよ。私は国賊林寅次の子供です。被告人の子供なんです。